ちょいき太郎です。久しぶりに驚いたっていうか、もう怒りっていうか呆れるっていうか、少し前もね、空手のことで、あのー、審判がとか、後ろから蹴って止めなかったからとか、指導者がっていう格闘技の世界でも、うんっていうことがあるんですけど、今回は柔道。なんと、柔道教室の塾長の男がね、その生徒の少年に無理やり醤油を飲ませるっていう動画、ね。 暴行容疑で逮捕です。逮捕されました。ね。まあ、この人いろいろ出てくるんですよね。で、この動画で、まあ、なんか合宿の時の罰ゲームで飲ませたから悪くないって言って、罰ゲームってこと自体がおかしい。罰ゲームとか、あの、ドッキリって言ったら何でもやってもいいっていうわけじゃないからね。うん、32歳。ちょっと、あのー、 格闘技をする前に精神的なことと、順法精神、法律を学ばなきゃいけなかったんじゃないかなっていう。どれぐらいの成績でどういう風か知りませんけど、32歳の男、塾長っていうことがある。だから自分で道場を開いてるのかなね。しかも、無理やり醤油を17秒間にわたってて、ちょっとまずいですよね。うん、口、誰かが、他の人が押さえつけて本人は、 あの、余裕の顔してちょっとずつ口に入れてるんですね。で、その子は本当に苦しそうにやめてって言ってるんですよ。やめてって、その後を、あの、流しにパッって、あの、吐きに行ってるっていうことを見て、これはね、もういじめ以外とか犯罪行為ですね、これは。これを、こう、罰ゲームだからいいとか楽しく、他のこと、見てる子たちもやめてあげてって言ってるんですよ。他の子も、あのー、他のね、あのー、塾生も、 結構長い間ですよ、これ。うん。で、これ、これやってるこいつは、ニヤニヤしてるの。嬉しそうに、なんか。うん。で、これ、いろいろ調べていくと、他の子供たちにもタバスコを飲ませたり、あの、あとは、締め技で締めたりてね。あと、すごい強く投げ飛ばしたりとか。多分、この人、 思ったのは、私も別の人からなんか、飲み屋、キャバクラとか、飲み屋とか、スナックの罰ゲーム的な、そんなノリでやってんじゃないのって、この、子供たちに。ね。で、これ、逮捕のきっかけっていうのは、被害に遭った、あのー、子供たちの親御さんから、ね。うん。息子が、その、塾長に、おかしな指導を受けていると。 無理やり醤油を飲まされたって。ま、そら、怒、怒れるよね、こんなの。醤油飲ますと関係ないからね、こいつ。本当に。俺が飲ませてやりたいわ、本当に。誰か押さえといて。<laughs> 押さえとて,てくれたら飲ませるわ、本当に。ねえ。うん。どうなるか。嫌だと思うよ、醤油なんて。ねえ、嫌がる。嫌がってんです、本当に。もう、半分泣いてるのに。ねえ。うん。 で、ニヤニヤしてや,やってるんだよね。それが指導なのかなうん。で、小さい子供や慣れてない子供たちも、この塾長が思いっきり投げている。すごく怖いし、複雑骨折した子もいるって言ってる。ちゃんと受け身も取れないのに、そんなことしたら、暴力ですわね。で、練習中に締め技で傷つさせたとか。 落ちたよ、気絶したよって言いふらしたとかっていうことも出てる。ちょっと異常ですね、この人。で、この男は、そういう言動がエスカレートして、生徒だけではなくって、この訴えをしようと、被害を訴えようとする親御さんにもね、保護者に対しても、俺がいなくなったら高校行けなくなるぞ、柔道する場所がなくなるぞって言って脅していたって言うんですよ。が、まあ、結局、 本当は腹正しいんだけど、子供が、やっぱりその柔道で、進学したり、その先でっていうことになると、その道場がなくなったり、いろんなことを考えると、そう思って我慢するって、もういけませんよね、これは。で、喋らないようにっていうことで、文書まで書く、念書まで取らしていると。ねで、調べに対して、この男は、無理やり飲ませたんではないと。食事中の余興で罰ゲームで飲ませた。ねえ。 罰ゲームって言ったら何してもいいのかと。ね,ね、うん、警察の、あの、道場で、罰ゲームで、警察官にガチガチに締められればいい。昔だったらあったんだよね。連れてかれて。うん。ねもう今ないけど。本当に、警察官に厳しく。多分、すごい言われると思うよ。うん、柔道みんなやってるんで、警察官とかも。剣道とか。へつ、ね、え、っって。ね それでもまだね、突っぱねでどうすんのか、こんなの。ねそこで亡くなったってもみんな考えてね、うわ、これ出てきた俺も醤油飲まされるんかな。怖いわ、蝶駅太郎が俺のことを言っていた。その前にみんなの力でね、こういうことをなくさせないといけないです。ねえ。本当に恐ろしいですよ。ねえ。こんな指導者がいるんだ。不思議で思えてなりません。千葉県の話ですね。以上です。